す。おお、これも本か。見たことのない薄さですね。ああ、というわけ。事情は分かったけど、なんで？え？なんでそんな危ない話に私を巻き込むかな。そうですよ、元奥様とはいえ民間人です。それに駒門さんを放り出してきてよかったんですか。だってさ、ここまで続くと駒門さんそのものが怪しくね。情報を漏洩していると。そうまでは言わないけど、その周りがさ、尾行されていたとか。駒門さん抜きでこっちに何かあれば尾行が正解。何もなければ駒門さんの方が原因かな。ここで何かあってほしくないんですけど。明日締め切りなもんで。リサさん。ん？リサさんは伊丹隊長の奥さんですよ。もっとね。今は友達かな。離婚した後も友達に戻れるものなんですか。他を知らないからな。でも喧嘩別れしたわけじゃないし、そもそも世間一般の夫婦とはちょっと違ってただろうから、変わり者同士、逆に今の方がうまくいってる。なるほど。変わり者ってところ否定しないんだね。そんなつもりは。これほどの芸術がこの世にあったとは。殿下、ここは異世界です。そうだった。殿下、語学研修の件ですが、ぜひ私を。こっそりぞ。どうしよう。よし、今日は楽しむぞ。はあ、楽しむったってそれどころじゃん。いいか、俺のモットーは食う寝る遊ぶ。その合間にちょっとの人生だ。第一、敵が俺たちの居場所を知ってんのならどこだって危険だ。人目の多いところの方がよっぽど安全だろ。賛成賛成。お買い物行こう。渋谷、原宿。うん、なんでお前が。みんなも入り用なものがたくさんあるでしょ？ね？まあ、せっかくの東京だし。あの、実は。そして俺は秋葉に行く。ええー！うるさい！富田は？ボーゼスさんがこの世界の資料を見に図書館へ行きたいと。リサたちは買い物、富田たちは図書館ね。よし！午前中は分かれて行動。それから14時に新宿駅待ち合わせで温泉に移動だ。やったー。あれ、ローリー買い物行かないのか。私は別に。テュカちゃんも行くでしょ。テュカも行くかって。ええ、私はこれが新刊の清掃だもの。他の服には興味ないわ。これだけの本を一般に開放するところがこの世にあったとは。殿下、ここは異世界です。そうだった。さあ、どんな資料がいいですか。芸術。